石のに刻んでる方針灯を、宇宙中継、住所がいないですね。ないね。じゃあこれを見てほしいですね。お席、はい。お肉さんもご存知なんですね、当然ね。山内昔はなんか野席だったこれ、ね。いや、一応ね、もちろん式になってる。ここに一枚。これが中をさすが入りきらなかった。これ女性の墓やな。うん。よいしょ。国体。国体をね、したときにね、ここでね、開花してきたんです。なかったとね、字が見つけも必要だね。この引っ越しできなかったって言ってもな、ここでも一番いいのは、お庭木さんと同じ。でもこれは見たのはどうだね、弘法大師に似てるね。アリロンに母が知っちゃうかも。ほんと、ピューって見て。ここにね、この綿棒が入ってる。あ、とてもいいですか。この箇所は、この箇所は、あ、でも綺麗そうにしてるからな。ね、いわゆる、空港になるってことだね。一回出てくるのこれ。まだ自分でも。ああ、なんか、座を持ってますね。写真撮ると怒れるわ。確認するために来てるよ。修理しないと。
はい。線路がこうずっとあったの。その辺にいっぱい出ちゃうね。湯の目川でもその太古じゃないけれども、江戸時代行った後なんですか、これ撮影行った後なんやもん、あ、ちょっとほんの写真撮らせてもらう置きますよ、ここに。もう、なんていうかね、破あればいい面もあるし、悪い面もありますね、全部あっちやら、こっちやら。よかった。これが廃寺の祖先の白鳳時代のお寺の石が保存してあるというふうに書いてあったけど、そのことですね。祖先が保存してある。天気がいいで夕日が差すと綺麗に分かるけどね。仕事まで行こうっていう、それもあれはないですよね。小野さん写真撮って。はい。行って、その食べられるかと思ったけどね、食べる人を追っとったね。食べてましたよ。へだから、
カティの女の子だったよ。で教えてくれてね。でそこに行った。できた。そこの谷にはこれ。ああ、いたひ。これが珍しい形でね。これちょっと帰って調べないかんけども。はい。あの供養塔なんよな。これと同じ理屈だろうと思う。だいたい亡くなった人の供養をするための、はい、あのお墓のようなもんや。ああ。